こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、いつもねパパ活動画の方をご覧いただきましてありがとうございます。まあ、今日はここ1日2日で撮ってきた写真を何枚かつなげながら、お話ししていこうかと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ画面を切り替えますね。まずはね、これがね、笠岡の干拓を一緒に歩くとこですよね。手をつないでるでしょ。で、私の手を振りほどいて一人で行きたくって、今ねこういう風な妙な表情してるんですよね。次です。まあ結構落ち着いた顔になりましたよね。私のね身長とだいぶ合わないんで、腰をかがめないと一緒に歩けないところがあるんですけども、まあそれでもね、腰をかがめるペースもこの半年ぐらいでだいぶ変わってきて、本当最初はね這いつくばるような感じで私も歩いてたんですけども、まあ、今はねちょっと腰を曲げるぐらいになってきて、なんか身長伸びたなって感じますね。で、これは動画なんですけども、一応再生せずにやっていきますね。もうなんかこの手を目いっぱい下に下げると、まあちょっとね肩は傾けているんですけども、まあ立った状態に近い形で私もこうね歩けていけるかなってことです。まあまだ身長差は1メートルぐらいあるんで、まあ傾いてもしょうがないんですけども、まあでもね、この大和くんが転びそうになった時にスッと手を引いてね、脱臼しないように気をつけながら、まあ未然に事故を防ぐこともできるかなってところですね。はい、まあこういう表情になりましたね。まあ変な顔してますね。はい、これはね、なんですかね、木の、この林のトンネルを通ってるところなんですけども、上の方に蜘蛛の巣があるのをね、見つけてじーっと見てるんですよ。で、上見るもんだから私も一緒に上見たら、蜘蛛の巣に、まあなんかね、葉っぱが引っかかってたりとかして、それがなんか、太陽、木漏れ日に反射して、すごく綺麗に見えたんでしょうね。ずーっと眺めていました。まあこういうふうに、ちょっとしたことに興味を持って、いろいろ学習していったりね、私が気づかないようなものに目がけてこう突進していって手を引いてくれるとかね、まあさまざま気づかされるなってところはあります。はい、まあこんな感じで写真撮ってるよってところですね。上を見ると眩しいんで、私の場合サングラスいつもかけてますけども、まあ、この子は眩しくないんですかね。はい、ぼーっと見てるんですよ。ずーっと見てるんですよ、こうやって。すごくなんかこう興味深いんでしょうね。私たちはもう取るに足りないものって言って興味をだんだん失ってきて、自分の得とか損とか個人的な趣味趣向とかに時間や心を奪われていくんですけども、まあ、この頃っていうのは自然のあらゆるものとかね、見るもの聞くもの全てにこう好奇心を持って、それこそ損得抜きに、まあなんていうのかな、いろんな方向に伸びようとしてるところなんだろうなと思いながら見てますね。はい、ほらまだ見てるんですよ。で、上の方から、おい、落ちてこい、落ちてこい、みたいな感じで手を伸ばしてます。まあ、言葉が喋れないんで何を言ってるかはわからないんですけども、ほら、背伸びをしてるでしょ。で、ちょっと手を伸ばしたりすると届くっていうふうに思っちゃうんですよ。この辺は夜空を見上げながら星に手を伸ばすようなね、そんな動作に似てるのかなと思いますね。ちょっとだからこういうところでね、胸が締め付けられるというかね、だんだんこういうこともしなくなっちゃうんだろうなと。まあ、1歳の我が子を見てね、そんなことを心配するわけですよ。まあ、これ、いつぐらいまでこういうふうに未知のものに手を伸ばしてくれるかな。本当に直接自分の損得に関わりがないことじゃないと興味を持たなくなっちゃうんですよね。はい、まだ上見てますね。まあこういうふうなね、夏場でも日陰になるところを探して、まあ、この半年間はこううろうろしたかなって感じですね。結構お気に入りのスポットを見つけて、今はね、今はもっぱら墓地に行ってるんですけどね。はい。あ、これは私のこの夏買った車ですね。はい。じゃあ、屋内で。これも動画なんですけども、再生はせずに言いますけども、このカープの服っていうのは大体ね、寝巻きになってるんですよ。まあ、ですんで、これは、目覚めて、着替えるまでの、お風呂に入るまでの、ちょっとしたひととき、バスが気に入っちゃってね、バス、バスって言ってるところですね。はい、これバスを持ってね、得意げになって。とにかく、こういったもの、まあ、ちっちゃい子っていうのは、見るもの、聞くもの、手にするもの、全部自分のものだと思うんで、とにかく人に自慢したいし、自分が分かったりできるようになったことを認めてもらいたくって、しつこいぐらいね、こう持ってくるわけなんですよ。で、これをね、ちょっとわっち行ってとかになると、これ発達にものすごくね、障害を受ける。脳に損傷が起きるみたいなんですよね。
まあ、そんな学習、研究っていうのはずっとなかったんで、最近分かってきたことなんですよ。この20年、30年で。なんでね、こう自閉症になるのかとか、消極的になるのかとか、分かる人って言った時に手を挙げない子供になるのかっていうのは、1歳、2歳で全て勝負が決まっていて、その時に伸び伸びとさせるのか、ダメよダメよにしちゃうのかとかね。例えばその、1歳ぐらいの男の子、女の子もそうですけども、子供って、ティッシュペーパーをバン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 出しちゃうわけなんですよ。で、常識に縛られた私たち大人は、もったいないとかなので止めちゃうでしょ。それが発達を一つ阻害して、あ、何かをやったらダメって言われるんで怒られるんだっていうふうにして、だんだん挑戦しなくなったり、好奇心を我慢するようになるんですよね。まあ、ひどい時にはちょっとね、恫喝したりね、パシンと叩くような、親御さんもいるみたいですけども、それはね、致命的で、あ、怒鳴れば人は言うこと聞くんだとかね、叩けば人は支配できるんだってことを覚えながら、こう育っていくから、おそらく家庭内暴力とかにもつながったり、家庭内でなくても、人の見てないところで人を支配するために暴力や恫喝を使うようになるらしいんですよね。これはだからね、20万人くらいの実地調査で分かってきたことなんですよ。もうすごいな、この研究はなと思ったのは、20万人を見て、なんかある家庭では、その、暴力なり恫喝なりをしてるのを止めない教育をしてですね、ある家庭では徹底的にそれをしないでくれって言って比較してるんですよ。なんかそんな実験に使われた家庭ってのはなんかすごく悲惨なような気がするんですけども、まあ実験に使われなくても、日々こういうことっていうのは生まれてますからね。うん、まあちょっとね、思うところがあるなぁと、うん。いろんな研究をする人がいるなぁと思うんで、その研究があるのは仕方ないんですけども、せっかく数字に現れてきた人類の研究結果ならね、やっぱり知らずに過ごすよりも知った方がいいかなと思いながらね、育児や保育や療育っていうのを、まあ進めてるんですけどね。すごいことを考える人がいるもんだなと思いましたね。はい、あ、これ涙が浮かべてます。お風呂に行くためにね、バスを取り上げようとしたらね、感触を起こしたところですね。はい、でもまあバスを戻してあげるとニコニコになったというところでございます。で、口にね、これイカを加えたまんま、あ、これはまた別の場所の墓地の近くに行ったところですね。別の日なんで服が着替えられてるでしょ。これ、しゃがんで、生意気にもポーズ撮ってるところです。今ね、カメラをかなり意識するようになって、表情をいろんな顔に変えるんですよね。で、写真撮るよって言ったら、おーとか言ってね、手を伸ばして、ガッツポーズというか、北斗の拳の、最終回のページですね、これね。ラオウが、我が人生に、一片の悔いなしって言ってるポーズを、真似してるんですけども、真似じゃないですね。まだ見してないんで、北斗の拳は。なんかやっぱりこう自然とこういう格好になるんですかね。なんか張り切りたい時っていうのはね。はい、まだイカをかじってます。田舎道を歩いて、まあなんかね、また変な顔してますね。はい、栗をこれ踏んでるところですね。栗は手で踏むと痛いってことに気づいて、今足でね、こうやって様子を見てるところですね。うん、栗が落ちてるこれがだからその時にいた風景ですけども、もう田園地帯でさ、周り、はい、こんな感じで人っ子一人いない、車通りも少ない道、そして山の陰で日陰になってるんで非常に過ごしやすいと。まあここでね、1時間前後過ごすんですけどもね、私としても何もないところなんですけども、まあけどね、なんかこうなんていうんですかね、子供の頃に帰ってなんか見るもの、聞くもの、感じるものに感動しながら過ごすっていうのはなんかあんまりなくなっちゃったような気がするんで、良かったですよ。まあもともと都市に、町に暮らしてましたんで、都市部に。蛍光灯とアスファルトしか、目にしなかったし、感じなかったんですけどもね。まあこうして緑色に包まれていると、ちょびっとですけどもね、なんかこう心が荒れるというか、あの頃の赤が取れてるなって気は、まあしないでもないですよね。私はですよ。だから街中にいて頑張ってる人を別にバカにしてるわけじゃないですからね。うん、これ墓地ですね。墓地はこういうふうに、静かなところに作られる例が多いんで。で、ここはね、開発中の墓地なんで、あと人もあんまり来ないんですよ。だからまあ、居やすいかなってところですね。はい。で、ここで歩く練習をしております。うん、だから地道にこうやってね、歩く練習を何ヶ月も何ヶ月も繰り返していくと、まあ人よりも足も強くなるし、歩きも上手になるし、うん、まあ他のね、お子さんと比較するつもりはないんですけども、まあここまでやってもらってる子もいないんじゃないかなっていうふうなぐらい、
なんか関わってますよね。はい、こんなところですね。坂道なんですよ。うん、この坂道を登ったり降りたりするっていうのも、まあいろんなトレーニングになるんじゃないかなと思っております。はい、大きいでしょ。はい、これ井戸ですね。あのよく水道ジャー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 出すお子さんがいて、でお母さんとかね、あのすごく慌てて蛇口止めてもったいないでしょとか言うんですけども、確かにもったいないっていう常識からするとそうなんですけども、あのティッシュもそうですしね、水道の水をジャージャー出すのもこれ教育費用の一環って考えるぐらいじゃないと、あのそれと引き換えに失うものがね、この子供の可能性をこの時点で積んでしまうってことは非常にまずいんじゃないかなと思って、とは言っても水道代の問題もあるんでね、こうやって山水の井戸で思う存分お水をね、ジャージャー出してもらってます。これはね、コストがかかってない水なんで誰も迷惑しないんですよ。っていうか、出せば出すほど山水って出やすくなるんで、もっともっとやってもいいぐらいなんですよね。あ、ちなみにね、あの、こういうことを言うと、あの、しつけはしないんですかって言われますけども、しつけはね、もっと後なんですよ。あの、今はとにかくいろんな可能性伸ばしてあげて、やりすぎなぐらいやらしてあげて、それから言葉が分かってきたりとか、コミュニケーションがしっかり整ってくる3歳前後で、まあ今まではこうだったけど、これからはね、こうなんだよってことを言葉によって教えてあげて、それを繰り返していって、5歳なり、6歳なりで、まあしつけが徐々に完了していくって形を取っていかないと、今これね、しつけは不可能ですからね。あの、例え悪いんですけども、あの、まあ犬とか猫って言葉通じないわけじゃないですか。でもまあ、しつけをするプロの人はいますけども、でもまずはね、子供たちには、制限なく何でもやらしてあげるっていう風なところからスタートして、徐々に、あ、これはやりすぎなんだ、これはやりすぎてもいいんだ、みたいな分別をつけさすタイミングっていうのはその後に来ますからね。で、ワンちゃんとか猫ちゃんっていうのは、本能に根ざして生きてきて、基本的には人間に反抗しますから、だからこう制御が効かないところっていうのはあるんですけども、人間っていうのはね、やっぱり人間の言うことを、聞けるようになってきますから。で、肝心なのが、しつけをさそうと思った時に、しつけをさせるだけの人間に親がなってるかってことなんですよ。こんなやつに言われたくねえよ、みたいなね。お前できてねえじゃねえか、みたいなところがあると、これ途端にね、この矛盾に気づくわけなんですよ。で、あ、言うことは聞かなくてもいいんだっていうふうな発想になっていって、どん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 ね、関係ない方向に行っちゃいますんでね。これもだからね、療育に、携わる部分らしいですけどもね、取り返しがつかなくなるそうなんですよ。はい、まあそういう感じでね、この水をどんどん出して、思う存分水を出させてあげるような環境があると、ここに行くのも楽しみになってきてね、遠くから井戸があるあそこだと思ったらね、もうダッシュで駆け出すようになるんですよね。で、徐々にですけども、例えばこれ水道の形全然違うですよ、井戸と。だから家庭の水道は出さない方がいいなっていうのも覚えやすいんですよね。で、なんでそういう風になったのかってことは、言葉と理解力が整ってきた時に教えてあげればいいんで。はい、これは田舎道でございます。ほら、ね、草のトンネルでしょ？だからこういう環境に、なんか意識がまだね、深く根ざしてない時に触れさせておくということを、非常に大切だな。はい、ちょっとね、動画切れちゃいましたけどもね、山道のところ、緑のトンネルでございます。子育てをするときに、まあ何が正解かって非常に分かりにくいんですけども、分からないからこそいろんなシチュエーションに、まあ触れさせることによってね、正解を一緒に探していかないといけないんですよね。そういう意味で言うと、子育てはそのまま親育てでもあるんで、親がどのぐらいね、賢くなっていくかとか、子供という他者に配慮できるかっていうところが、子供の発育とか成長にむちゃくちゃ関係するそうなんですよね。まあ確かにそうですよね。子供の見える範囲っていうのは結局親が行動してる範囲でしかないんで、いつの間にかどうにかなるってことはなくって、まあ、親がやったことの縮小版として子供の経験とか知識になってきますから、街中に暮らしていてもこういうふうなところにね、連れて行ってあげたりとか、図鑑で虫や動物を見るだけじゃなくて現物を見せてあげるとか、で、ミニカーを触らせてあげるとの同時に現物を見せてあげるとかね。やっぱこう、バーチャルとリアリティをリンクさせてあげるところが必要になってくるんですね。そのプラスアルファとして、タブレットで限られた時間、まあ見せてあげるとかね、作られたものとか、クリエーションも。そのなんか今はその三者一体なんだと思うんですよ。で、よく言われてるのが、スマートフォンを与えてほっとくっていうこと。まあほっとかなくてもスマートフォンの中で自己完結させちゃうと、
っぱね、リアリティがどんどんなくなっていくんですよね。それがね、今後どういう影響を及ぼすのか分かりませんよ。うん、やっぱ30年前とか50年前の常識で、いや、でもね、スマホ教育はどうもね、っていうつもりはないんですよ。ただどうなるか分からないんで、偏らないようにはした方がいいかなと。で、偏らないで広く厚く知らせることによって、選択の機会が訪れるんですよね。でも、限られた方法でしか子育てをしてないと、その中から子供は選択をするようになるんで、非常にね、狭い領域になっちゃうわけなんですよ。それはなんか、時代が遡っても進んでも、ずっとね、子育てや教育に対する、まあ、親や大人の頭を悩ませるでしょうけどね。はい。まあ、こういう緑のトンネルもこうやって一緒に歩くわけなんですけども、まあ、子育て悩むお母さん方からもね、随分と、いろいろとご質問いただくようになりました。まあ、特にね、あるのが、あれをやっておけばよかった、これをやっておけばよかったっていう後悔の声なんですよ。30前後になって、久保さんの動画見て、全然できてないって自分に気づいたって言いますけども、まあ、多分ね、私みたいにできる人ほとんどいないんで、そこまで気に病むことはないんですけども、時間的な制約とか、お金の制約がなかったら、このぐらいのことやってあげたかったっていう風なね、まあ、優しさの表れなんですよね。ですんでね、時間やお金がないことをぜひね、旦那さんの稼ぎが少ないせいにしてあげない方がいいと思うんですよ。私はその代わり、時間を失ってますんでね。私が20代の頃とか30代の頃は、とてもこれができなかったんで、まあ、ある意味諦めてましたよね。まあ、40になってから、ちょっと気持ちが変わって、時間とお金が手に入らない限りは人生じゃないなぐらいの極端な思考になったわけなんですよ。だから今、まあ、何にも拘束されずに、誰にも付き合わずに、こういうことができるんですけどもね。やっぱ最も大切な人間関係って家族でしかないっていうふうに私はもう思うようになったんで、これに引き換えると、仕事の人間の関係とかね、他者との、なんか一定期間しか付き合えない人間っていうのは、そこまで大事にするべきなのかなとかね。まあ、見えるかどうか変わってきたかなっていうところですね。私もだから、あれほどまでにね、ビジネスやったりね、店舗をやったりね、会社をいくつも作ってきた立場としては、やっぱ仕事で生きるべき人生があるのもわかるんですけども、選択できるとしたらどうするかってことはみんな家族に帰ると思いますね、これは。わかりませんけどね。わかんないけどね。でも、結局、一定期間一緒にプロジェクトを組んだり仕事をしてる人って、お互い利害が同じ方向に向いてるからそうなってるわけじゃないですか。利害が反してるのに一緒にいるのってなんか家族以外にあんまり考えられないですよね。はい。まあ、こういうふうなね、田んぼも見てますけども、一週間後これは全部刈り込まれました。今はね、丸坊主です。はい。こういう景色をね、見てるけども、一週間後には何もなくなった田んぼを見ている。そんな写真がね、まだありますけども、また今度お耳にかけましょう。はい。それから先ほどね、お母さんの話しましたけども、今度お父さんの立場の話しますね。動画を見てくださって、久保さんみたいに時間があればやりたい。っていうね、まあ、ご意見いただくお父さん方とか、それからね、とっても無理だ。自分の稼ぎでは、この世の中では、っていう方もいらっしゃって、いろんな状況があるんですよね。確かにお父さんは、ほとんど子供に関わることなく、子供の寝顔しか見ないうちに、子供が小学生になっちゃったりね。で、時にはね、奥さんに、あんた家庭全然帰り見ないよね、みたいなこと言われて、すごく寂しい思いがすると思うんですよ。だからね、やっぱそれはね、言葉として書けるべきじゃないのは、ちょっと私の方からも、その世の中のお母さん方に伝えておきますけども、お父さんはどうやって家族に関わってるかっていうと、自分の建てた家、自分が払っている家賃、その家にほとんど関わらないし、それから本当は家にいたいですよ。で、家族といたいですよ。でも家族といようと思ったら家族と一緒にいれないっていう、このね、パラドックスもあるわけなんですよ。残業も断らずに休日出勤もして、そして、そのビジネスという現場で、誰よりも長く多く活動しないといけないと。で、入金は銀行口座から家庭に振り込まれて、それによって、ね、おむつが買えたりとか、ミルクが買えたりとか、ベッドが買えたりとか、奥さんが趣味にお金を使ったりとかできるわけなんですよ。だからそれをね、なんか歯を食いしばってね、もう自分の人生捨ててやってるわけですから、それに対してね、家庭を顧みないなんて絶対の禁句ですよね。どれだけなんか辛い思いするかってことなんですよ。まあ中にはね、
家庭のために私は共働きやめたのよですからね、仕事やめたのよって詰め寄る方がいますけども、いやそういうことは想定して結婚しろよというところなんですよね。これはだから見通しがそういうの甘いんですよね。はっきり言って人生ってのはリアルですから、ちゃんと設計しないといけないんですよ。だから行き当たりばったりとかなんとかなるさでなんとかならないんですよ、素人さんはね。すごくね、臨機応変のプロはなんとかなるんですよ。だからそういう人をモデルにするととっても危険なことになるんで、うん、やっぱりね、細かい計画は立てて、計画通りにはいかないんですけども、その時には第2プラン第3プランっていうのもちゃんと立てておくぐらいのことをしないと、うん、それこそ想定外のことばっかりで人生埋め尽くされちゃいますからね。で、たくさんの想定ってのはたくさんの対象を生むんですよ。だからこうなった時どうするって聞かれた時にポン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 答えれるようになっておくと、まあ、それでもね想定外のトラブル起きますからね。まあだからちょっとね、知恵と知識は圧倒的にいるんじゃないかなと思いますよね。そこそこの、まあ20とか30ぐらいの年齢になったらね。はい、これがね、引き続き歩いてるところですけども、だからといって私が考えてきたかって言うと別に考えてないんですよ。だからこそ思うんですよ。私はたまたま40から、すごく人生ね、自分の思い通りになるようになりましたけども、その、こういったインターネットの環境のおかげで。まあけど、20代、30代ではもうほとんど諦めていたみたいなね、ちょっとね、ふてくされていたようなところがありますんで、でそういう立場を過ごしてきた私がね、偉そうに言うことじゃないんですけども、だからこそ思うんですよ。後悔とともに。20代からやっておけよっていうふうにね。ほとんどの人は40から何か花開こうとするのは不可能なんで、私は本当にね、珍しい例なんで、私ができたからあなたもできますよなんてことはね、経験には言えないですよね。実際できないし、できてる人も見たことないんで。はい、じゃあ続けましょうか。もうちょっとで終わりましょうか。なんかキリがないね、これ写真いっぱいあるんで。はい、これはね、どっかの公園ですね。どっかの公園に決まってるんだけども、ちょっともうだから管理が行き届かないようになってきた田舎の公園で、施設だけはでかいんでこうやって歩いてるんですけども、夜露がね、雨が降った直後みたいに全体を濡らしてるんで滑りやすくって、あんまり歩けなかったんですよね。まあでもね、この橋の上を歩くっていう体験も大和くんは少ないんで、今回ね、ものすごく興味を持って橋の上を歩いてくれて、で橋の板をね、歩くたびタンタンタンと音がするんですよ。だからね、そこ面白くってね、足高く上げてパカ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 踏んだりしてるんですよね。それから水面に映る朝日、これ朝ね7時ぐらいだと思うんですけども、その朝7時の昇り切った太陽がこうやって湖に反射してるでしょ。あれに対してものすごくね興味を持っていてね、上と下にある太陽を交互に見てましたね。はい、すっかり明るくなりました。なんか過ごしてるうちに8時ぐらいになったんでしょうね。1時間ぐらいこれ経ってますからね。まあだから飽きないんですよね。なんか大人の立場としたらね、なんかやっぱりこう1時間も同じ場所にいるともうなんか飽きちゃうんですけども、もう私はあんまり飽きないんですけどもね、多分大抵飽きると思いますよ。でも子供はその中でも大人の感じない興味とか関心をたくさん見つけるんですよね。どちらかというと、私たちは、世の中からあんまりね、感じなくなってきてるんでしょうね。自分の損得とか、そういうのに関しては、実は敏感なんですけども、なんていうんですかね、無意味にもう、なんか、意識を向けなくなっちゃったってことなんですかね。どちらかというと、無意味だと思ってるものに何を取り出すかってことが受信力なんですけども、最初から意味があるよってものにしかも、関心を示さなくなっちゃったのが、まあ成長におけるなんかね弊害なのかなと思っちゃいますよね。あ、これは墓地ですね。またね、また別の日に墓地に来てます。ほら、表情豊かでしょ。カメラを見ていろんな表情を作るようになったんですよ。で、私も変な顔するとそれを真似したりとかね、すごく面白かったりね。はい、これも水道で遊んでるとこですね。もうキリがないですね、ここで水道で遊びをしたら。はい、もう一人でやってます、これは。しまいには、井戸の動かし方は覚えちゃったんで、まあ手を挟まないようにね、見てあげないといけないですね。はい、また再びこの緑のトンネル、また別の日ですね、これね。ほら、収穫が進んでるでしょ。だから農家の人と同じぐらいここに通ってますからね。あ、これはね、駅前でバスを見てるところですね。バスの
なんかおもちゃずいぶん気に入って触ってるんで現物も見せてあげて、でバスの運転手さんとこう仲良くなってるところですね。でバスのスの字をやってるところです。これもうバスがね何十台も出たり入ったりするとこなんで、もうワクワクしながらこうやって見てますよね。これ月曜日なんです。月曜日大抵ねバス見に行くんですよ。で月曜日が人もバスも盛んに動いてるんで、まあ火曜日以降も変わんないと思いますけども、月曜日なんとなく行く気になるんですよね。うん、でもやっぱり無理でしょ、月曜日の朝8時とかにこうやってバスを見に行くだけみたいな行動するのって。うん、だから自分にしかできない子育てっていうのかな、家族との付き合い方がまあ私にはできてるかなと思うんですけども、うん、まあでも現実ね、なかなかこうはなんないですよ。だからすごいでしょうみたいなことじゃなくって、私は逆にそのなんですが、人間関係がないんでね、その分、まあ、これするしかないっていうところもあるんですよ。本来ならね、なんかこう多くの人はお仕事とかその他の友達関係で、まあ、ある意味楽しく忙しいんでしょうけども、私はそれがないんでね、なんか寂しくなってくるんですよ、こういうこと言うと。全然寂しくないですからね、望んでこうなってるんで、ほら、トラクターもこうやってね、トラクターを見に行くためだけに時間を使うみたいな、喜んでるでしょ。はい、今回長いですね、やっぱ爆発ね。ここまでお付き合いいただきましてありがとうございます。まだまだあるんで、また別の機会にしましょうか。なんかちょっと喉も渇いてきたし、お腹も空いてきたんで終わりますね。こうやって好きな時に終わるというのがね、このパパ活のいいところでございます。それでは失礼します。